入ってから特選スタートも始まりましたけど、どうですか、ここまで2ヶ月間。まあ、うまく走れたり走れなかったりって、まあ、あのレースごとに修正はできているかなという感じです。この前の博多と終わってからの調整も聞かせてください。まあ、すぐ体のケアして、まあ、疲れがたまらないようなあの練習です。さて、初日特選ですけど、メンバー見渡して、まあ、1人になってしまうんですけど、まあ、積極的に仕掛けられればと思います。前節の青森振り返っていただきたいんですが、準決勝決勝先行でした。どうでした、3日間。そうですね、泳がされた部分もあったんですけど、まあ、自分がやりたいことできたんで良かったです。どうですか、今季7月8月ここまで走って。そうですね、まあ、順調で来れてると思います。さて、初日特選、このメンバーどんな走りを。はい、今野さんとはちょっと別で、同県の三井さんと2社で頑張ります。それでは3日間の意気込みをお願いします。はい、3日間持ち味出せるレースをしてお客様に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。ご自身の足の感じはどうですか、ここ数ヶ月。足の感じというより斡旋本数ちょっと少ないので、ちょっと練習内容を濃くしてやってる成果だと思います。この前橋、相性どうです。相性すごくいいと思います。どの点に良さ感じますか。自力の時もそうだし、追い込みやってからも優勝があるので、まあ、相性だけかなみたいな感じもあると思いますね。はい、では3日間の意気込みをお願いします。3日間連に絡めるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。あと3つ勝つと3年ぶりの S 級ありますが。そうですね、でもあんまりそこまで考えてないですね。なかなか自分も信じられないところなんで。その平が終わった後の調整もお願いします。そうですね、調整は特にせず普通にいつも通り練習して、もうあんまり考えないようにしてきました。200勝もかかってますね。そうですね、そっちはやっぱ区切りとして200勝はしたいですね。では3日間の意気込みお願いします。自分の力をしっかり出し切って頑張るんで、応援よろしくお願いします。今季2節A級走ってどうですか、手応え感触。そうですね、ちょっと前期の最後の方は調子良かったんですけど、腰痛とか出てしまって、いまいち思ったようにレースはできてない感じですね。どのあたりどうでしょう、解決策といいますか、手がかり。まあ、そうですね、もうできなかった分しっかりこれから練習して戻していくしかないと思うんですけど、バンク入ったりとかしてそこそこ練習はしてきたんで、なんとか頑張りたいです。初日特選ですけど、北日本が3人ですが、どんなレースを。そうですね、別戦も強い人たちなんで、まずはしっかり主導権取れるようなレース心がけて頑張りたいと思います。では3日間の意気込みをお願いします。優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。近畿を5節走って4回決勝進出、いい流れできてると思うんですが、どうですか、ご自身では。そうですね、はい、いいと思います。この前の静岡終わってからちょっと間が空きましたけど、はい、調整どうだったでしょう。まあ、普段通りにしっかり練習して、はい、来ました。さて、初日特選ですが、北3人ですが、三沢選手の位置は、はい、3番手を、はい、回らせてもらいます。では3日間の意気込みをお願いします。はい、3日間とも車検に貢献できるように一生懸命頑張るんで、車検購入してください。この前橋調べたら久々で3年半ぶりぐらいになりますか。そうですね、久しぶりですね、はい。何かイメージ残ってますか、前橋。前橋はとても好きなバンクなんで、久しぶりに走れてちょっと嬉しいですね。さて、初日特選ですが、位置を教えてください。自力で戦いたい気持ちはあるんですけど、今同県の健太郎くんいるんで、健太郎に任せてゴール前勝負します。それでは3日間の意気込みをお願いします。ま、前でも後ろでも力出し切って頑張りたいんで、応援よろしくお願いします。画面では近野俊明選手の横断幕をご覧いただいています。岩手から千葉に移籍してからパワーアップしました近野俊明選手です。前橋競輪今シリーズ成田開催 F2 シリーズです。ドームナイトレースの山口シネマ杯初日最終レースになります。今日の最終レースは第9レース A 級1、2半トーナメントの初日特選競争です。前橋1周335メーターのバンクを5周します。
1700m で行われます。選手紹介ではラインは2つ、短期の選手が2人、ただ人気は4番近藤のところに集中しました。それでは第9レースの対戦メンバーです。1番は東京樋口海斗、2番神奈川関根健太郎、3番大森小笠原翔太、4番千葉今野俊明、5番福島酒井優太、6番宮城三沢康人、7番神奈川三井武史。以上7選手の対戦、 A 級初日特選競争の第9レースです。2番の関根健太郎です。前節の青森では今年5回目の決勝進出、その決勝は抑え選考2着に残っています。こちらは5番の酒井優太です。前橋は前回登場2年前になります。3日間先行して優勝しています。そして注目になりましたのは4番の近藤俊明です。2節連続で完全 V、 3年ぶりの S 級復帰をかけるシリーズに今回なりました。第9レースが始まりまして、2番関根、3番小笠原、外から6番三沢、しかし2番の関根が誘導の後ろどうやら取っていきそうです。神奈川ラインが前になります。北日本が後ろ、そして短期の2選手どうするでしょう。その短期は1番樋口と4番の今野、この2選手です。2番の関根あっさり誘導に追いついています。6番の三沢がその後ろだったんですけれども、3番の小笠原がその前に行きます。後方から5番の酒井が上がってきまして、それに7番の三井が続いています。前2人が神奈川の2人、そして3番手から5番手が北の3人、短期の2人のうち4番今野が動いてきまして、1番樋口の前、いやさらには7番三井の後ろを伺っていくんでしょうか。4番の今野、後方は1番の樋口、樋口は短期のレースになります。5番酒井の横まで来た4番の今野です。前を取りましたのは2番の関根健太郎です。前橋3年ぶりです。マークには7番三井武史、こちらも前橋は3年半ぶり。3番手にいますのが4番の今野俊明、短期になりました。人気を背負っています4番今野、200勝にリーチもかけています。3番手から5番の、いや4番手から5番の酒井優太、前期 S 級でした。マークには6連続決勝進出中、3番の小笠原翔太、そして北の3番手、ここ5節で4回決勝あります6番の三沢康人です。この北のラインが残り2周半を切ろうというところで上がっていきます。ラストは短期1番の樋口なんですが、前では2番の関根も突っ張り加減なんですけれども、5番の酒井が叩き切りました。残りは2周です。北の3人が出切っています。叩かれた2番の関根が4番手、そして1番の樋口が短期でそのまま前へと出ていきます。1番の樋口海斗が出ていって、そのまま先行策になるんでしょうか。車間が空いたところで5番の酒井、そして3番小笠原、6番の三沢、その後ろに4番の今野、さらには2番の関根、7番の三井、神奈川の両者候補、残りは1周。4番の今野がちょっと内側を伺って、3番手そして2番手、そのまままくりを打っていく。それに2番の関根が続くような形になった。4番今野が内側すくっていきまして先頭、2番の関根がさあ2番手から迫っていく最後の直線です。4番の今野、どうやら期待に応えたようです。3着の制度でしょう。 A 級の初日特選競争第9レースです。4番の今野俊明、ではリプレイ見ましょう。リプレイの段階ではもう内側すくっていました。すっと最終ホーム過ぎ1コーナーから内側をすくっていきました。4番の今野俊明、そのまま5番酒井をどかしてのバントマクイーンのような形になりました。2番の関根が2番手、そして3番の笠原が3番手の入線になりました。4番2番3番でゴール線上位通過しています。内側すくってくる形になりました。4番今野俊明、隙を見る格好になりました。相手なければ後方に置かれる展開だったんですけれども、うまく切り抜けた4番の今野俊明です。上位の2着体制は4番2番3番です。駅の初日特選競争第9です。決定放送まで今しばらくお待ちください。これで節目の200勝、そしてあと2勝になります。決定放送お待ちください。前橋競輪第9です。
決定。1着4番、2着2番、3着3番。前橋競輪第9レースの払い戻し金をお知らせいたします。車番連勝複式2番4番750円、車番連勝単式4番2番940円、3連勝複式2番3番4番1330円、3連勝単式4番2番3番4730円、ワイド2番4番250円、3番4番210円、2番3番690円。以上でございました。 VTR です、はい、見ましょう。はい、関根選手を、ね、抑えて、それを酒井選手がもう思いっきり強引に叩きに行きますね。で残り2周のところで1番樋口選手、これが短期でした、はい、その樋口選手が先行すると、そして今野選手は5番手に入っていき、ここでちょっとそうですね、それでそのまま今度は北の3社の内側を伺っていくんですよね。これ誰か1人締めてれば終わってたところなんですけどね、うまく、ね、開いたんですよね。そのまま番手まくりを打って、これに気づいた関根健太郎選手が、ね、追走していって、さらには酒井選手の番手から3番の小笠原選手が3着という4、2、3という形になりまして、最初は実はちょっと実況止まっちゃったんですけど、はい、7連勝と言おうとしたんですよ、はい、でも実は8連勝なんですよね。うん、3節前の優勝からずっと負けなしできてるんで、そう、そう、特殊の場合ね、7連勝っていうのはもう頭の中に出てくるんですけど、そうですね、そう、それ止まっちゃったんです、まあ、その前も優勝してると。そうなんですよね、もう流れが来てますね。これで200勝、節目の200勝。あ、おめでとうございます、はい、いや、あれですね、見てたんですかね、タイミング、ね、どうなんでしょうね、ちょっとね聞いてみたいところですけれどもね、この選手ね、うん、